アメージング・クリズウェルはアメリカ合衆国の俳優、霊能力者である。1907年、インディアナ州のプリンストンに生まれる。高校卒業後は地元のローカル新聞社で働き、コラムなどを担当。後に結婚し、ハリウッドを拠点に霊能力者、予言者として活動。 女優で歌手のメイウエストとはプライベートでも交流があり、ウエストがアメリカ合衆国大統領に当選するという予言を残したこともある。1953年にクリスウェル・プレディクッツという番組で TV ホストとして出演。その後、作家のジャック・パーによるトゥナイト・スターリング・ジャック・パルという番組で霊能力者として出演し、その後、 アメージングクリズウェル名義で様々な番組へ出演した。1959年にはエドウッド監督の SF 映画ブランキューフロムアウタースペースへナレーターとして出演している。その後もウッド監督の3作品へ出演。1994年に制作されたティム・バートン監督による電気映画エドウッドではジェフリー・ジョーンズが当人を演じ映画の冒頭でクリズウェルが 物語の序章を語る展開になっている。1982年、カリフォルニア州のバーバンクで死去。75歳だった。ありがとうございます。